ね、この試合 VTR で振り返りたいと思います。まず第1マッチはダブルス、岡山が町三部、それから木下マイスター東京が丹羽と数え健太でした。はい、丹羽選手もちろんすごいプレーが多かったんですけど、ミックスで世界卓球出場経験のある数え選手で、全日本ダブルス、優勝した三部選手のプレーも素晴らしかったですね。そうですね、はい。まあ、このダブルスがこの今度ファイナルというところを見据えたところになってくると、木下マイスター東京がここのところこの2人があるんですが、まあ果たして誰が出てくるかというところもまた分かんないところはあるので。そうですね、まあ、ダブルスが非常に T リーグでは重要ですので、どういうペアリングで来るのか楽しみです ね。第2マッチ吉村和弘、それから大島優也、試合だったんですが、和弘が中国ラバーで、試してる、はい、そういう部分も感じましたし、はい、ちょっと使い切れてないかなと思う部分もあったんですけど、はい、2人とも本当に集中力の高い白熱した試合。そうですね、で最後は大島のもうこれが俺の卓球だと、もう言わんばかりの素晴らしいプレーを見せてくれましたね。最後本当この辺り本当に素晴らしいプレーでした、はい、最後の最後は大島が自分の卓球を見せてゲームを取りました。続きまして第3マッチです。この試合は丹羽が強かったですね。本当に強かったですね。三瀬公平相手でしたが、卓球ってこんなに簡単なのかなと思わせるような、自由自在にこの空間を支配してた、はい、そんな丹羽のいい部分ばっかりが見えてしまうような、い、はい、本当 そうですね、そんな試合内容でしたね。いや、もう本当に簡単に勝っちゃいましたって言わんばかりの丹羽の試合で、ファイナルもそうですけど、世界卓球オリンピック、丹羽選手本当に頑張ってほしいですね。そうですね、はい、こういうプレーが世界レベルで出てくると、世界の強豪も、まあ、この経験も丹羽はやっぱりかなりありますから、そこも含めてなんでしょうけれども。そうですね、本当にトリッキーなプレーは世界一だと思います、はい。さあ、そして第4マッチは吉田と宝永町でしたが、今度は吉田でしたね。そうですね、はい、本当に前半宝永町選手の突っつきカット、ネットミスをさせてカットでオーバーミスをさせる、一瞬今日も宝永町選手のペースかなと思いきや、はい、もう1ゲーム目の中盤後半にはもうその回転の変化を見切って、はい、で逆に吉田選手がそのサーブの出す位置を工夫して、はい、フォア前まで、バックでレシーブさせておいてミドルに打ち込む、で宝永町選手のカーブロングにも慌てず対応してブロックして、もう1回カット打ちの展開に持ち込む、はい。